ウガンダ共和国。それはアフリカ大陸の東に位置する国であり、南スーダン、ケニア、タンザニア、ルワンダ、コンゴ民主共和国に囲まれた内陸国である。そして、そんなウガンダは南スーダンの難民を積極的に受け入れていた。助かります。本当、ありがとうございます。いいんだよ。隣国なんだ。困った時はお互い様さ。大統領。しかし、支援するということは、少なからずコストを支払うことになる。過剰な支援は自身の首を絞めてしまう。本当にいいんですか？気づいていますか？国民の声に。困った時は、お互い様だしね。困った時、ねえ。それならちゃんと後先考えて支援してもらいたいよ。今困ってるのどっちだって話さ。アブロはあれでも一応大統領なのよ。ミレンバ、大統領だから言わなきゃダメだろ。はっきり言わせてもらう。この国は今困ってるんだよ。まあ、きっとこういう支援がこの国の未来を。あ、それにさら、最近うちの国へ支援金と物資が送られてくる話じゃ。ええ、確か中国から届くのが。あ、そうだ。お呼びかな？それ今日でした。サーラ、秘書ならちゃんと言ってくれ。大統領ならちゃんと把握しててください。多分言いました。おお、マジか？これだけあればしばらく安心だぜ。そして、中国人たちは物資を村人に振る舞った。さあ、どうぞ。こんなに？当たり前さ。困った時はお互い様だよ。さて、大統領。支援金の方ですが、これほどで大丈夫でしょうか？おお。国民への支援金がこれくらいと、以前言っていた空港拡張のための金額が。2億ドル！これはすごい！もちろんでございます。ですが、この支援に関しては利子の利率が。大丈夫！なんとかなるさ！諸君、ウガンダは中国の支援で変わる。貧困が終わるだけじゃない。空港の規模拡張から、どんどん国外からの来訪者も増えるぞ。利率、結構高いのに返せるのかしら。さあ、それはあんたの国次第だな。ただ、そんな中国からの支援に疑問を感じている人も少なからずいた。話がうますぎる。あんなに物ばかりもらって、亡くなった時にまたくれる保証ある？全くだな。え？そこにいたのは先日ウガンダにやってきていた日本人の支援員、タカシだった。お嬢ちゃん、とてもいい視点だ。君に一つ聞きたい。飢えている人がいたとして、君は魚を与えることと魚の釣り方を教えること。どちらが望ましいと思う？決まってる。ああ、決まってる！魚だよ、魚！魚がなかったら飢えちまう。俺は魚をくれたあの中国人たちを信頼するね。アドロは、あんたマジで言ってる？おお、マジで言ってるさ。釣り方を覚えるなんて気が遠くなるぜ。元気がいいな。なるほど、君はそう考えるんだな。となると、俺は君の望む支援はきっとしない。俺は釣り方を教えるために日本から来たんだ。さあ、どうする？え？なるが受けるかってな。俺は中国からの支援をありがたく受け取ることにするぜ。まあ、目の前に飯があったら叶わないわな。いいの？あんなこと言わせておいて。いいんだよ。いつか分かってもらえる時が来るさ。ええ、よく分かったことがあるね、日本人くん。日本はケチだということがね。君たちはいつもそうだ。直接的な物資ではなく、手段のレクチャーや道具の提供ばかり。どれだけ自分たちの手を汚したくないんだ？
中国をもう少し見習った方がいいぞ。いやいや、そんな。なるほど、前向きに検討しておきますよ。さすが日本だ。曖昧ではっきりしない答えだな。ええ、自分の意見を押し付けないのが我が国のモットーですので。ふん、あんなやつほっとこうぜ、ミレンバ。ああいう偽善者っぽいやつが俺は一番苦手だね。ほら、ミレンバ、あっちで配給でも。なんだよ。アドロは、あの日本人のクイズに私は答えてないよ。反発ばかりの日本の支援に対して、賛同者も少なからずいた。私はね、魚を与えてくれる人より、釣り方を教えてくれる人を信頼したい。それこそが、本物の支援だと思う。そうかよ。なら、好きにしろよ。俺は忠告したぜ。って、あ、もういないし。まあ、好きにさせたらいいさ。日本人も賛同者が少なければ、中国みたいな直接的な支援にシフトチェンジするさ。中国こそが、真の救世主だよ。そして、時は流れ。返済のお話、ですか？ウガンダ共和国は、中国からの融資に関する返済に悩まされる事態となっていた。ええ、お約束してくださったはずですよ。でも、あんな高利率じゃ、返せるものも返せないっていうか。はっはっは。ええ、そうですね。それじゃあ、確かに苦しい状況にもなりますよね。わかっていただけますか？ええ、よーくわかりました。では、ここは撤収ですね。なんでそんな話になるんですか？せめて、利率を下げるとか。それはできませんよ。だって返してくれる約束で融資を受けたんですから。ウガンダ共和国の救世主と思われていた中国は、ウガンダ共和国の経済力がないという弱みにつけ込んだ。ちょっと待ってください。あの高利率、おかしいと思ったんです。こうなることくらい予想してきてましたよね。あはっはっは、秘書さん。攻める相手、間違ってません。同意した、そちらの国の大統領様側にも原因がありますよね。じゃあ聞かせてください。そもそもなんで、うちの国にここまで入れ込んだんですか？簡単な話ですよ。みんな、ヒーローとか救世主が好きなんです。途上国に多額の融資、そして支援物資を届けた救世主。その実績は世界的にも評価されるんですよ。かわいそうな国を救うヒーロー。そういうシナリオが必要だったわけですね。そういうことさ。大統領、このままでは国がダメになります。どうしますかって、大統領？どこまでも救いようがないですな、この国は。ダメになるんじゃない。この国はもうダメになってるんだよ。現実を直視することを苦痛に感じた大統領が向かったのは、貧困で苦しんでいる一つの村だった。国を良くしたいとずっと考えていた。他国を助ける救世主になればと思っていた。そのせいでもう戻れないところまで来てしまった。この国は終わりか。大統領、大丈夫です。何も終わってません。君みたいな楽観的な国民がいると、いくらか気も楽になる。なんだそれは、おにぎりか？はい、おにぎりです。とりあえず食べてください。もう、自分で食べるから、やめて、突っ込まないで。これ、うまい。これはすごい。当たり前です。だってこのお米、あの日本人が教えてくれたやり方と稲で作ったので。これは、この田んぼは。批判されていた日本人の農業等のレクチャーは、結果的に受け入れられ、国の産業に潤いをもたらしていた。
ったよ。ミレンバもあの日本人も頑固だったからね。仕方ねえから俺たちも手貸したんだよ。すごい、あれほど反発していたのに。アドロワ、あんたらタカシの渡した米食べて買収された形じゃない。おは、うめえ。これ作れるのか。教えてくれ。こんなうまいものが作れるなら話は別だ。これは革命が起きる。この国は変わるぞ。手のひら返し半端ないな。まあいいじゃねえか、過ぎたことは。それにしてもこんなに田んぼや畑を整備するにも出荷するにもいろいろと整備が。整備？それはこの道路とかのインフラ整備のことかい？他の町や他国への出荷の動線は確保済みさ。え、いつの間に。いや、大統領なら把握しておいてよ。無理もありません。この大統領、仕事が忙しい時は私にこういった支援の受け入れは全て任せてましたから。さすがですね、日本。この道路の整備は他国じゃなかなかできません。悔しいが、こればっかりはうちじゃ勝てませんな。よかった、この国はまだ終わっていない。日本人、お前もしかしてこうなること分かってたのか。さあな、日本人は自分の意見を言わないのがモットーだよ。嫌なモットーだな。それよりまだ問題は山積みだしな。というわけでここから巻き返しますので、返済もう少し待ってください。いや、そこは約束守ってもらわないと。ここから巻き返しますのでもう少し待ってください。固くなだな、おい。